大阪市交通局200系電車は2016年に登場した大阪市交通局の AGT ニュートラム南港ポートタウン専用の車両である。2018年4月の大阪市交通局民営化に伴い大阪市高速電気起動となった後も増備が続けられた。201から01車内既存車両の置き換えを目的として2015年6月に導入が発表された。 2016年度中に4両7編成が導入され、外部塗装は各編成ごとに異なる7色とし、内装は公園と桜をイメージした2種類としている。正面デザインは遊び回る子供をイメージしている。第08編成以降はランダムになっている。2015年10月に最初の編成が南高検査場に納入された。約半年間の検査の後、 3月30日に一般公募による試乗会が実施された。検査の遅れから当初予定されていた本線での運行を南高検車場構内のみに変更した。2016年6月29日より営業運転を開始した。大礼に編成からは前面窓が下方向に拡大されている。また交通局は大礼三編成以降の色を当てるクイズを行い、 編成が搬入される際に正解を発表するという企画を行っていた。一部車両は全消灯が LED である。将来の6両化に備え100系103型、104型、同様、200系も203型、204型は欠板としている。また、第13編成は欠板とされている。大阪市交通局時代にニュートラムの 新型車両として投入した最後の新形式車両となった。第14編成は大阪メトロの出発を祝したゴールドカラー塗装となった。ただし、ニュートラムのロゴは掲出せず、民営化後に合わせて大阪メトロのロゴが掲出された。第17編成と第18編成は大阪総合デザイン専門学校の生徒によるデザインでラッピングされている。 第19編成以降は趣向を変えて動物をイメージしたデザインとし、第19編成はパンダ、第20編成はレッサーパンダ、第21編成は虎のデザインとなっている。2019年までの3年間で 100AK と同数の20編成が製造された。この造備により、100AK は2019年3月22日をもって運行を終了し、 旧型車両の置き換えが完了した。ありがとうございます。